でん、お疲れ様、結婚してありがとう、ピカピカ可愛いタコハートありがとう、こんばんは、お疲れ様です、中村舞です、皆さん一日お疲れ様、応援してるもありがとう、月曜日が終わります、皆さんお疲れ様、だるまもありがとう、花束もえらいありがとうございます、どうもありがとう、今日も京都で長い一日でした、悪魔の月曜日、姉ちゃん呪いの月曜日って言ってたよ、帰ってきてからも言ってたよ、呪いの月曜日だったわって、眠いか、ぼちぼち、あんまり最近睡眠が取れてなく眠いかも、もうなんかさ、ソラハとさ私がさ結構スケジュール似てるんですよ、もうねソラハが珍しく結構ね眠い眠いって言ってて、頑張ろうってなってます、ありがとう、ハートはピカピカも、あの元気の魂のようなソラハが、いやーそうなの、珍しいなと思って、そうまあね、そうなりますね、今はねちょっとコンサート同時進行3つやってるんで、魂じゃなかった、塊だった魂に見えたんだけど、なしよね、もうそうなんですよ、実は当日じゃない、 28? 初日が28なので、グレーハートありがとう、ネイル黄色しに行けそう、いやもう行けません自分で買って塗ろうかなって思ってます、てかなんかちょっといろいろ仕事の関係で何ですか、ジルネイルが今 NG なので自分で塗ります、うわ私ねこの爪の長さでも嫌なんですよ、もう今切りたくてしょうがない、切ろう切ろうって思いながらね全然切ってなかった、もうなんかこのさ白い部分が見えた瞬間にもううわってなるんですよね、白いのがこの爪の白いのがない状態が一番いい、もう早く切りたい、深爪派ってわけじゃないんですけどね、なんか爪がもうちょっとこう伸びて白くなったのがここ出た瞬間になんかうーんってなります、そうなの、もうこれぐらいは早く切りたいってなっちゃう、うんうん、
マニキュア塗るよ。今塗ってないけど。なんかさ、マニキュア塗ったらさ、乾くのに時間がかかるんですよ。でね、なんかその間さ、手とかさ、なんか、まあ、こう頑張って爪とかにこう触れないようになんかしたらしてもいいんですけど、なんか触っちゃうから基本何もしないんですよ。待つんですよ、乾くの。そしたらなんか大体寝ちゃって、次の日起きたらもうなんか爪がもう最悪なことになってるんですよね。だからなんかマニキュアがちょっと時間かかるなと思ってやってない。朝起きたらボコボコだったりする、爪が。今日なんか違う、嘘、いつもと一緒だよ。前髪伸びた、メイクしてない、お風呂、お風呂じゃない、お風呂まだ入ってない、レッスン終わって家帰ってって感じ。ご飯食べて、ゴーって言ってる、これ換気扇、あの横がお風呂場。何食べたか、そば、おそば食べました。ザルそばじゃないんだけど、ザルじゃないんですけど、あのつけて食べるそば、家で食べた。珍しいんだよ、中村がおそばを食べるなんて。本当に麺類といえばラーメンの中村がおそばを食べるなんて。うどんも好き、ありがとうございます。瓦そば美味しいよね。そば全然ね、なんかおそば屋さん広島であんまり見ない気がする。いや、知らないだけであるかも。あんまお蕎麦屋さん行かんのよね。こってりラーメン派？そうだよ。クリックハート、ありがとう。ショールームしてまーす。お姉ちゃんが、お姉ちゃんの気配を感じるんだよね、ちょっとこの扉の後ろに。あの、ショールームしてまーす。お風呂かな。ありがとうございます。
ねえ、なんでさ、実は誰もいないんじゃないとかさ、本当に姉級なんですかとか言うのめっちゃ怖いんだけど一人暮らし考えてないね。考えてないかも。考えてない。なんか一回、まあ、実家にワンちゃんがいるんですけど、ワンちゃん飼ってもいいところに引っ越したいって言ったら、お姉ちゃんがここに引っ越すのに引っ越し代がたくさんかかったんやでって言って、で言ってきて、まあそうよなってなって、でやめた。でもそっから考えてないかも。引っ越し代ってお金かかりますよね。この姉級の気配なんですかっていう人は何、何、どういうことですか？幽霊がいるっていうこと？何の？でも別に引っ越ししたいとかもないんですよ。一人暮らししたいとかもないんですよ。私あれなんですよ、一人暮らししてたんですけど、お姉ちゃんが来てくれたんですよ、愛媛からわざわざ。そうそう、何年前だろう、4年前ぐらいに。そう、私のために来てくれたんですよ。なんで別に今一人暮らししようとかも思ってないかな。ありがとう。でもハートもありがとう。もう4年間ぐらい一緒に住んでる。お仕事は、お仕事は愛媛でやってたんだけど、広島でやってますよ今は。してありがとう。ちょっとあんまり詳しいことはあんまりお姉ちゃんの事情なので言えないんですけども、はい、難しい仕事関係とかの話はちょっとあんまり何も言えないんですけど、りたいこの笑顔ありがとう。一緒に住んでます。はい、投げチューしてありがとう。いや本当にね、でもね本当に一緒に住んでね本当良かったって思いますよ。うん、マジでマジで。ありがとう。
ただこれから一人暮らししてくださいって言われたらちょっとどうだろう。私多分一人暮らしとかしたら多分料理もしません。もう、だってさ、なんか自分だけに作るご飯ってさ、なんかあんまりなんかどうでもいいかなってなっちゃうんだよね。昔どうしてたか、一人暮らししてた時は何食べてたんだっけな、なんか作らなかったことはないんだけど、ほぼあんま作ってない気がする。ウーバーしてたわけでもない、なんかその4年前ぐらいはそこまでウーバーもしてなくって、コンビニ行ってたよ。残り 10% 私のなんかいつもさ電池がギリギリなんだよね。ダメだ、ちょっとやばいやばい。多分持つよね、16分。ちょっといつも中村舞の携帯いつも電池がギリギリ説ありますマジで電池が減るのめっちゃ早いの、バッテリーが。多分携帯結構寿命なんだと思う。生誕 T シャツ上でそう 9% 本当に 9% ぐらいだと思う。残り 10% って出てたから、牛丼屋とか行ってたよね。昔めっちゃ行ってた、松屋めっちゃ行ってた。本当に一人暮らしの味方。中尾も行ってるよ。中尾なんか定期的に期間限定が変わるよね。もう菜の花終わったのかな、なんか菜の花親子丼みたいなやってたんだけどいつもあれ見るたびにドラさん感じてたもん。あ、菜の花菜の花イカ明太みたいなのやってた気がする。今58分だよって。わあ、明日も頑張ろう。気合を入れろ体育会系頑張ろうぞ。ちょっと待って、りょんきゅうさん、ためですさん、スルメッコさん、はやりんごさん、くまねパパさん、もとまちさん、東京のスワンさん、太郎くんさん、福太郎さん、きのぺこさん、かねかずさん、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、あさかさん、ありがとうございます。元気出して、え、元気よ、めちゃくちゃ逆に元気出してありがとう。また明日。ミステハートもありがとう。おやすみ。見てくれてありがとう。また明日。明日は火曜日です。頑張りましょう。一週間早いですからね。おやすみ、おやすみ。
ぶわまだねー。